こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、老人ホームでモテる人になるためには、みたいなね、話をしようかなと思います。まだまだね、そんなことをね、考えるのも早いみたいなね、そんな風にね、思うかもしれませんが、まあ自分のね、年になるともう50過ぎてね、もう50の半ば、まあ過ぎてくると、やっぱりね、老後のことをね、すごくね、考えるようになりまして、まあお金残し不安だったりね、まあ誰がね、面倒見てくれるんだろうとかね、そんな風にね、思ったりも、まあ子供もいないのでね、まあそういったね、施設をね、まあ利用することになるのかなとか、いろいろね、まあそんなことをね考えてしまう中で、まあ老人ホームにね入った時にね、こういう人がねモテるんだっていうようなね、そんな話があったんでね、ちょっとねその話をしようかなと思います。まあ皆さんね、そういったところに入ってね、まあ一人ぼっちにならないような、そんな風にするためにはね、今からねちょっと行動をしなければいけないっていうことで、まあちょっとねその辺のね話をしますんで、どういうね人がねモテるのかっていうのがね、まあ、聞いていただければわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでね、老人ホームにね、まだね早いよみたいにね、そんな風にね思う人いるかもしれないですけど、今からまあ本当にね若い頃からね、まあこれをねしておけば、老人ホームに入った時もね、まあ一人でね寂しくね、まあ孤独な、まあ、にならない。まあ、老人ホームにね、どうせっていうか、全員入るわけではないんですけど、まあ、入るんだったら、やっぱりね、最後の最後まで、そこでね、楽しくね、まあ、人生をね、楽しく過ごして、まあ、そこでね、終わるのか、病院で終わるのか、その辺はわからないんですけど、でもね、楽しくね、そういったところに入っても楽しくしたいためには、やっぱりね、孤独にならない。いや、そんなのね、いらねえよ、みたいな風にね、思ってる人はね、おそらくね、頑固者になって、それでね、誰も相手にしてくれないみたいな、そんな風にね、なってしまうんじゃないかな、なんて、そんな風にね、思います。はい。じゃあね、もう先にね、言ってしまうとね、どういう人がね、老人ホームでモテるのかって言ったらね、どれだけ失敗談をね、語れるかっていうようなね、そんなね人がね、まあモテる、そうです、失敗談をねたくさん語れる人がねモテるっていうことなんですが、やっぱりね自分のね成功体験ばっかり言う人っていうのはね、なんかねこう嫌味みたいな、嫌味っていうか、なんて言うんでしょうかね、ちょっとね自分もね老人になってないんでわからないんですけど、なんかねこうとっつきにくいのかな、だけど失敗をね笑ってね話せるような人がね、本当にねたくさん、こう話をね、聞いてもらえて、まあ、周りをね、笑顔にさせるんじゃないかな、なんて、そんなこともね、思ったりしました。まあ、たくさんね、失敗している、失敗談がね、たくさんあるっていうことはね、それだけたくさん、挑戦をした人っていうことになります。まあ皆さんね、今ね、挑戦しているでしょうかね。まあほとんどの人がね、大人になるとね、だんだん挑戦したくなる。まあそこ、これっていうのはね、潜在意識とかそんなものもね、変化をね、嫌うものですので、何かね、挑戦するっていうとね、まあいろんな理由をつけてね、まあ挑戦しなくなる。まあ一番ね、大きい理由としてはね、何かって言いますと、自信がないっていうことをね、まあ安易にね伝えすぎている。自信がないからね行動できないっていう、ね、まあ自分もこの YouTube 始めるときね、本当に自信がないって言ってね、始めないでね、ずっと、まあ、やんなよってね、まあ、その時ね、当時やってたビジネスのね、まあ、アップの人がね、やんなよってね、ずっとね、言ってたけど、いや、自信がないからいいです、なんてずっとね、まあ、自信がないことをね、理由にね、断っていた。でも、自信ってよくよく考えたら、やってみないとね、本当にね、できるかどうかもわかんないし、まあ、その自信っていうのもね、本当にね、やらないから、まあ、自信がね、起きない。まあ、自信、でね、行動すればするほど自信っていうのはね、出てくるし、まあ、そのね、自信がないっていうのはね、どこから来るのかって言ったらね、やってないからっていうふうにね、やってないからね、わからないから自信がないっていうようなね、そんなことですので、まあ、自信がないっていうのはね、なんか免罪符みたいなね、そんなふうにして行動をしない、挑戦をしないっていうことです。そうするとね、だんだんね、なんか変化もね、せずに、何のね、話題っていうかね、そういった話もね、ないまま、まあ、老人になって、老人ホーム行ってもね、ただただ、なんかね、人の話を聞くだけになってしまう。なんかね、自分のね、こう体験だ、こう失敗談っていうのをね、話せなくなってしまうっていうようなね、そんなことですので、たくさんね、挑戦すれば、たくさん失敗もする。そうすればね、自分も成長するし、自信もつくし、まあ、自分ね、今のまま、
こう老人になったらね、多分ね、老人ホームにね入っても全然ね、人ともね喋らずに、なんか孤独にねなるっていうこと、それだったら今からどん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 ね挑戦をして、たくさんを失敗して、それでねそれをね語れるような、そんなね人にねなりたいな、なんてそんなことも思いましたので、まあ老人ホームね、やがてね自分なんかで、ね、子供いないからね、やがて入るのかなとかね、まあちょっとね、まあどういうね風にねなっていくのか全くね予想がつかないけど、どうせね、まあ年を取っていくんだったら、そういったねたくさん挑戦をして、たくさん失敗して、それをね笑ってね話せるような、そんなね人にねなりたいな、なんてそんなことも思いました。なのでね、まあ老人ホームでねモテる人っていうのは、失敗談をねたくさん語れる人っていうようなね、そんなことですので、ぜひね今からどん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 挑戦をして、それでどん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 失敗をして、それでねそれがねやがて、まあ失敗ね怖いとかね、苦しいとか、そういうふうにね思うこともあるかもしれないですけど、時間が経てばね、それがね笑い話にね絶対どうせね変わりますんで、ぜひねどん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 挑戦をして、どん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 失敗をするっていうようなね、そんなことをね、まあしてみるといいと思います。はい、楽しい老後をね過ごすためには、まあこれがねすごくね大事なこと、今からねやらなければいけないな、なんてそんなこともね思いました。はい、ではね今日の話が良かったなって方は、グッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。